Star Horse 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。京都競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに寮で行われます。出場全14チームを紹介します。開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、13番チンプイの首が先手を取りました。ドラゲナイロイヤルスターズ、その外5番ヘブンリーデイズ、6番お祭りビーゴ、その外スーッとパープルミストが上がっていきました。4番ゼップ長、そしてその後ろから10番ワーレボルジェ。さあ、全国から集まったスターホースの頂点に上り詰めるのはどの馬か。ドラゲナイは5番手といったあたり、外から懸命にパープルミスト、先頭はチキンピーノピー、パープルミスト先頭に立った黒い帽子ロイヤルソターズ、パープルミスト先頭、2番手にロイヤルソターズ、ヘブンリーデイズも懸命に追うロイヤルソターズ先頭だ、ロイヤルソターズ先頭1着ロイヤルソターズ、2着はパープルミスト、3着ヘブンリーデイズ。第1レース1着2番、2着、3番、3着、5番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、先手を取ったのはお祭り羽生結弦、レゴランド、外から1頭12番サダハル、4番アイスブレーカー、これが1番人気のパープルヘイズ、この手応えはどうか。オムドン、その外10番サノバウィッチ、7番ルパンザファイヤー。さあ、第4コーナーをカーブしてナンバーワンを決する直線勝負。パープルヘイズは5番手といったあたり、5番レオリバリスト、外から懸命にパープルヘイズ、パープルヘイズ、回した先頭に立ったレオリバリスト、捉えるか先頭パープルヘイズ、内から懸命にレオリバリスト、パープルヘイズが先頭だ。2番手にレオリバリスト、パープルヘイズ先頭、1着パープルヘイズ、2着レオリバリスト、人気通りに収まりました。第2レース1着8番、2着、5番、3着、4番以上
勝のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、13番アザラシになりそうだ。ちょっと離れているプラチナ、そのうちからはオムスペシャル、マンソンが並んでいっています。そして外からはリメンバー、それから11番瀬戸のピラピカ、しんがりまで下がりました。さあスタンドからは大歓声、いやー日本中から大歓声だ。ピンクの帽子、アザラシになりそうだ。先頭、内から1頭、よっちゃんの葬式。先頭はアザラシになりそう、内から懸命に、星の雫、セントリルビアズーが。3番手、8番パチュア、外から懸命に、ワンソン、ワンソン、かわして先頭に立った。パチュアが完全に2番手に上がった。ワンソンが先頭だ、ワンソン先頭、1着ワンソン、2着はパチュア、3着セントリルビアズー。第3レース、1着12番、2着8番、3着1番、以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。3番ファンタジスタが先手を取りました。それからもう1頭デッドアーライブ、そしてその後ろから7番ブレックノーマン、13番アリスヒカート、そしてその外にブーマー、それから14番ゼータカビゴンタイム。さあ京都競馬場のスタンドから大歓声が上がります。エイプリルフールは4番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。2番手にエイプリルフール、先頭ファンタジスタ、ファンタジスタが大きくリード。ビオも懸命に追うエイプリルフール、そしてその後ろからブーマー、白い帽子ビオ、先頭ブーマー、エイプリルフールが襲いかかる。1番ビオ、1着ブーマー、2着エイプリルフール。第4レース、1着12番、2着8番、3着1番、以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、8番ドラゲナイが先手を取りました。そのうちにラストジョーカーマロ、そして外からは向こう口のリベンジ焼肉がそのうちにいます。待て待て待て、これと一緒にカギラ、そして1番人気のドラゲナイ、なかなかいい感じ。さあ4コーナーを回っていよいよ全国ナンバーワンが決まります。ドラゲナイまだ先頭、オレコックイタリアンも懸命に追う、青い帽子松茸で、3番焼肉オレコックイタリアンが2番手、赤い帽子焼肉松茸でも懸命に追う、2番手に焼肉オレコックイタリアン、先頭1着オレコックイタリアン、2着焼肉。ウィンファイブの結果をお伝えします。第1レースから順に2番、8番、12番、12番、10番、以上のように確定しました。